経営学部は会社の入り口に最も近い学部ということについてお話したいんですけども、さっき話したみたいに経済学部と経営学部はこれ全然違うんです。経済学部は国のお医者さん、経営学部は会社のお医者さんというふうに違うわけでして、経済学部では国の中の格差の問題を扱う、経営学部ではその会社の健康状態を扱うということで、じゃあ具体的にどういうことをまあやっていくかということをお話したいと思うんですけども、まあ経営学部っていうぐらいですから、やっぱりね、皆さん例えば大学に入って就職するわけですけれども、その入る会社の玄関に経営学部っていうのは一番近いところにありますというのが、ぜひ皆さんに知っておいてもらいたいことですということです。でどういうことかっていうと、例えば大学で、お話しする話ですね、カルビっていう会社皆さん知ってますかね。知ってる人手を挙げて、あ 100%、知ってるですね。じゃがりこっていう商品がまあかなり売れてまして、うん百億円売れてるんですけども、だいたいグリコのポッキーと同じくらいですかね、売れてる商品で、じゃがりこ好きな人手を挙げて、お 100% すごいですね、すごい事実ですけども、カルビっていう会社はものすごく儲かってる会社だと思う人手を挙げて、お 100% 多分ね、これじゃがりことかね、ポテトチップスとか店に行ったら置いてあるんで、すごく売れてると思ってるし、すごく儲かってるっていうふうに思うと思うんですけども、実はですね、これね、これカルビの中のデータをちょっと拝借してきたものなんですけども、実はこれこの赤いのはねカルビの売り上げなんです。でこの青がねカルビの利益なんですけど、皆さんねこんな上がったり下がったりっていうふうには思ってなかったと思うんですね。実はカルビってね、売り上げだけは販売数かける価格でいうと確かに伸びてるんですけど、利益っていうのはこんなにね、すごく儲かってる年もあれば全然儲かってない年、この辺なんか全然儲かってないんですけども、こういうね儲かったり儲かってなかったりっていう、そういうような経営状態だったんです。とりわけ一番そうですね、2009年まで、今から6年前ね、で一番儲かってたっていうのが実は1986年ぐらい、遡ること20年ぐらい前が最高に儲かってたぐらいの会社だったんですね。で多分これ以外だと思うんですけども、じゃあ最近のねカルビはどうかっていうと、これが調子いいんですわ。どう調子いいかっていうと、これね売り上げですわ。2010年から2015年までね、まあ、売上はね順調に伸びてる、もうあんまり不思議じゃないんですけど、じゃあ利益いきましょうか。利益もねもうガンガン儲かってるんですね。見たら分かりますよね。もう一回戻りますけど、これまではなんかね上がったり下がったりっていう、なんかこうジェットコースターのような稼ぎ方だったのが、なんかね2009年からあとはねめっちゃ堅調に利益が伸びていくわけですね。不思議だと思いません？ね、何があったんだろうと。まあ例えで言うとですね、ライズアップじゃないんですけども、ダイエットしてた時に自分がすごく痩せたいと思って努力するんだけども、太ったり痩せたり繰り返してた人が急にですね、ある時からもうきっちりと体重管理できて、なんかだんだんね体がスリムになって痩せていくみたいな、でリバウンドもしないっていう状態になりました、なんででしょうみたいな、まあ、そういう話になるわけでして、これはですね多分皆さんも不思議だと思うし、まあ私なんかも不思議だと思ったんで、まあ手っ取り早いのはどうしたらいいかっていうことなんですが、まあ経営者に行くわけですね。これが一番大切でして、何が起こったんですかと。なんか優しそうな顔のおじいさんなんですけど、おじいさんって言ったらですね、松本明さんっていう、これ京都大学の農学部出身の方です。で元々はですね、伊藤忠商事っていう商社に就職して、その後ジョンソン&ジョンソンっていうバンドエイドの会社ね、で働いてて、ちなみにバンドエイドのジョンソン&ジョンソンっていうのはこの松本さんが経営してる時にすごい儲かってまして、実は
この2009年からですね、この松本さんに会長が変わったんですね。だからこういうふうに堅調に成長したのはまさにこの松本さんが経営者になってからなんだということが分かったわけなんです。で、どんなことをしたかって話しに行ったんですよ。皆さんどんなことをしてこういうふうに利益上げたと思います？といってもね、高校の間には分からないですよね。皆さんスーパーとか行ってポテトチップスとか買いに行くことあります？あります？皆さんが小学校の頃ですね、小学校の頃多分スーパーに行くとポテトチップスってカルビーと大体もう一社ね、ポテトチップス売ってる会社があるんですよ。どこか知ってます？小池屋ね、小池屋がねポテトチップス売ってるんですけど、それまでこれね、具体的な額出すとねちょっとね支障があるんで、ジェスチャーだけで話しますと、小池屋の値段ってねこれぐらいだったんです。でカルビーの値段ねこれぐらいだったんですよ、ね、でもカルビーは売れてたんですね、そこそこ。でも小池屋の価格がこれぐらいでカルビーの価格がこれぐらいだったら、まああんまりね味のこと気にしない人は小池屋を買ってもいいかなと思うようになるじゃないですか。なので実は昔はカルビーの売れている量っていうのはこれぐらいあって、小池屋の売れている量っていうのはこれぐらいだったのが、だんだんねこういうふうになっていってたんですね。それは値段はこのままなんですよ。でもその売れている量がだんだんこうね拮抗していってたんですよ。なので松本さんはこれはいかんということで、抜本的にポテトチップスの売り方を変えたんです。で何やったかっていうと、まあ、これはちょっと専門的に過ぎるので、多分これね映像でやってる時は早送りされてしまうと思うんですけれども、まあ、早送りしてくださいね。そのまずね工場を見に行ったんですよ、経営者になって。するともう10個ぐらいの、ね、工場がカルビーにはあるんです。でポテトチップス作ると思ったら、皆さん10個工場あったら10個とも同じ機械で製造してると思うじゃないですか。で松本さんもそう思ったんですよ。で見に行ったらね、これ全部ねこれちょっと支障があるんで、僕これね本当とは言いませんけども、想像上なんですけど、工場ごとに主がいて、みんなね自分の買いたい機械をね買ってポテトチップス作ってたんですよ。だから松本さんが見に行って、あれこれペケペケ工場と違う機械やんかというふうに言ったら、いやねうちはうちのやり方ありますからみたいなことをまあ言ってたんです。するとね、何が起こるかっていうと、例えば10個あって10個ともが、同じ機械を使っているとしたら、皆さん例えばね、電気屋に行ってね、その電気製品買うときにね、例えば何でもいいですわ、スマホでも何でもいいんだけども、1台だけ買うときと例えば10台買うときと比べたら、10台買うときの方がさ、家電量販店の人ね、家電のスーパーの人はね値引きしてくれそうじゃないですか。それと同じでね、例えば10個の工場で同じものを買いますっていうふうに言うと、そこで買うものっていうのは安く買えるんですよ。なので松本さんは、いやいやこんなね10個あるのがねバラバラにね同じようなものをするものを買うんじゃなくて、同じ、機械を買うようにしましょうというふうにして、本社でね全部買うものはチェックして、同じものが買えるんやったら同じようにするっていう、そういうことをしたんです。なので こっから先はですね、そういう面で言うと、まあポテトチップスを買う機械をより安い値段で買えるようになったということなので、これまでよりも単純に考えると値段引く費用が利益になるので、この費用のやつが下がったんで、まあ、普通にやるところ利益が上がるんです。ですよね。でも松本さんがすごいのは、普通はねそのままでも利益出るんだけど、それはもう一回きりでしかないということで、この安くなったこの費用を2つに分けてね、1つの半分はその店で売っているポテトチップスを安くするのに使おうと、販売促進費って言うんですけどね、
それを使って今までね湖池屋とカルビーのポテトチップスの値段がこう空いてたのをこう下げるっていうのに使いましょうというふうに考えたんですね。だから何っていうことなんですけど、値段が下がるとこれまでこんだけ値段が高いので湖池屋買ってた買うって言って思ってた人がちょっと下がるとやっぱりカルビーの方が美味しいと思ってカルビー買うようになるんですよ。すると何が起こるかっていうと、あの工場ってね、普通に考えたらね、例えば、1億円かけて工場を作りますと。で今まで1億個のねポテトチップスを作ってたとしますと。それが例えば2億個のポテトチップスを作るようになったら何が起こるかっていうと、1個あたりのかかる値段は1億円の工場で1億個作るのと1億円の工場で2億個作ること考えたら、2億個作る方が1個あたりのかかる、まあ、費用は半分になるでしょ。ということで工場ってたくさん作れば作るほど、あのポテトチップス1個あたりにかかる値段っていうのは費用っていうのはあの小さくなるよね。ということは結果的に何が起こるかというと、たくさん値段を下げてたくさん売れれば売れるほど今度はそのポテトチップスを作る、コストも下がって、またこの下がった半分を今度値段を下げるのに使うとまた売れて、また売れるとまたそれ作るコストも下がっていってっていうね、どん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 売れるコストが下がる、また売れるコストが下がる、半分はね全部利益に上乗せしてますから利益も増えていくと、こういうことが、まあ、起こったということなんですね。これ1個目です。2つ目、よいしょ、皆さんフルーツグラノーラって知ってます？フルグラ、これね今100億円ぐらい売れてるんですけど、なんとこのね、これ2013年から急に売れてるでしょ。これね25年間ねずっと低空飛行だったんですよ。全然売れてなかったんですよ。普通の会社だとねこんなね25年間ね儲からないっていうのねやらないんですけど、カルビーは25年間延々と売り続けて、やっとこの2年3年でバーンと売れたんですね。これなんでやと思います？なんでやと思います？シリアルっていう分野なんですけどね、シリアルって実はどこでも売れるっていう商品じゃないんですよ。どこでも売れる商品で代表的なのはポテトチップスね、尼崎でも芦屋でも神戸でも売れるんですけど、実はシリアルって売れる場所が限定されてたんですよ。どこやと思います？ちょっとねお金持ちの住んでるとこ、この辺で言うとね芦屋とかね、では売れるんです。で東京で言うとね自由が丘っていうね、なんかテレビのドラマ、トレンディードラマに出てきそうなところでは売れるんですけど、老人がたくさん住んでるところね、昔ながらの生活をしているような人が多いところでは全然シリアル売れないんですよ。当たり前ですよね、朝ごはんシリアルなんかね食べたらね、こうアメリカにこう魂を打ったみたいに、まあ思うような人がいっぱいいるわけですから、やっぱりそういうところで売れないというわけなんですけども、この辺からですねそういう自由が丘とか芦屋以外でも売れるようになっていったんですね。何が違ったかっていうことなんですけども、何だと思います？それまではね、今ずっと話してるみたいにシリアルを食べるのに違和感のない自由が丘とか芦屋の人にもっとたくさん買ってもらおうと思ったんですよ。だから今まで1袋しか買ってない人に2袋3袋買ってもらおうと思ったのがなかなか売れなかったんですね。二十何年間低空飛行なので、ちょっとね工夫したんです。工夫っていうのは非常にシンプルで、これまでは、まあ、朝ごはんにねご飯とかパンを食べる人にはもうシリアルね普通は売れないというふうに思ってたんだけど、こう大転換ですよ。パンとかご飯を食べる人にも朝ごはん一緒にシリアルを食べてもらおうという売り方を始めたんですね。どういうことかっていうと、例えばね、これは会社名言っていいのかな、今日も僕朝ごはんねタリーズに行ったんです。まあ、タリーズが僕にお金出してくれないと思うんで、まあちょっと悲しいんですけど、まあ、行ったんですよ。タリーズ行くとね今ねギリシャ風ヨーグルトっていうの売ってるんです。でギリシャ風ヨーグルトにフルーツグラノーラが入ってるんです。
で今実はヨーグルトとグラノーラね、フルーツグラノーラと一緒に食べるっていうのがブームになってるんですけども、プラスアルファ僕は朝ごはん何食べたかというとパン食べてるんですよ。つまりパンを食べて、フルーツグラノーラ食べて牛乳かけてヨーグルトかけて食べるっていうね、そういうカルビーの言葉で言うとお友達作戦っていうんですけど、ご飯だけじゃなくてご飯とグラノーラ、パンとグラノーラと、そういう食べ方をしましょうと。でその一緒に食べるものは例えばパンケーキとかね、ヨーグルトとか、その時に一番人気のある旬だと言われているものとお友達として食べましょうという、まあ今ね成功した後から考えるとなんかバカバカしいほどシンプルなんですけど、そういうことをすることによって飛躍的に伸びたというわけで、なんだこんなことで、カルビーってその売上も利益も上げたんだということが分かったと。でこういうような話を授業で、していくわけでして、いずれにしてもポイントは多分ここまでは早回しされてると思うんですけども、松本さんというのは非常に偉大な経営者で、単にコストを下げるだけじゃなくて、そのコストをより物が売れるような方に使ったり、これまで全然売れなかったフルーツグラノーラっていうフルグラっていう商品を全然違う視点から売れるような商品に育てたりということをして、さっきお話ししたみたいにカルビーがすごく安定した業績を上げるようなことをしていったということなんですけども、その松本さんがですね、ダイヤモンドハーバードビジネスレビューっていう雑誌に、私みたいな経営者になりたいんだったらどういうことを勉強しないといけないのかということをちゃんと整理してましたですね。それがここに書かれてるんですけども、法律経理マーケティング人事情報って書いてあるんですけども、これ法律ってのは法学部ですね、法学部で勉強するんですけども、あとこれよく見るとこっから経理っていうのは会計です、こっからずっとこのプレゼンテーションに行くまでこれ全部ね経営学部で学ぶ科目なんですね、自画自賛ではないんですけども経営学部で学ぶ科目なわけですね。ペケペケ学部で学ぶことは全然別に喧嘩売るわけでも何でもないんですけどね、ここにはないわけですよ。で、他の学部のもあるっていうと、これ一般教養とかね、歴史とかね、文学部に行った方がいいんじゃないかっていうね、あと英語とかね、こういうのは重要なんだけども、実はここにあるやつはほとんどが経営学部で学ぶことで、そういう意味で言うと経営学部っていうのは、皆さんが社会に出るときに一番会社に近いところに位置していて、一番会社に入ってからも使うことを勉強する学部なんだということになるわけです。で、中身はですね、じゃあ学部の中はどういうことをするかっていうと、例えば私の担任するクラスなんかに入ると、実際もね、勉強を本を読んでやるっていうよりも、もうフィールドに出ちゃいます。つまり会社にねどんどん入ってきます。例えばこれね、セブンイレブンです。で、どれぐらいセブンイレブンがすごいかっていうと、昭和49年できてからこの平成25年、今平成26年ですけど、ずっと売り上げがねずっと上がってるんです。すごいでしょ。なので実はこのセブンイレブンを作ったと言われているのはこの鈴木敏臣さんっていうね83歳 の, 人なんですけども、お会いしたこともあるんですけども、話をしに行って、でどうしてね、こういうふうにセブンイレブンというのは成功したんですかっていう話を聞くだけじゃなくて、ちょっとね、上から目線的にですね、学生にですね、セブンイレブンをこう良くするにはどうしたらいいかっていうことを、僕の担任しているクラスの人たちに考えてもらって、でこれつい最近なんですけどね、セブンイレブンに行って、これ社長なんです、伊坂社長、これ役員さんですわ、これ全部役員さんね、こういうふうにしたらいいんじゃないですかっていうのを提案しに行って、実はですね、彼なんかは検診官から神戸大学に入学して今勉強している子だったりするわけですけれども、いずれにしてもこういうふうにね行くわけですね。会社に行って、これフェリシモっていう会社なんですけども、神戸の三宮に本社がありますけれども、通販の、配線製本とかね、そういうの出してるところですけども、そこの人たちに向かって、ね、僕の担任しているクラスの子たちが発表して、こういう新規事業やったらいいんじゃないですかみたいなことをやったり、あとですね、以前グリコ
に対してアイスクリームで80キロカロリーアイスっていうのがありまして、それをどういうふうにしたらもっと多くの人に食べてもらえるかっていう、そういうことをやったんですけど、お礼をもらいましてですね、2008年、今から7年前なんですけど、この頃ね、この人ね、そんなに思うほど人気なかったんですかね、これうちのゼミ生にくれたんですよ。でも誰もゼミ生はですね引き取らなくて、誰も引き取り手がないから先生もらってくださいって言って、今これ僕の研究室になるんですけど、これ誰のサインやと思います？石原さとみなんですよ。これね、棚ぼたですねこれね。これうちの研究室あるんですけどね、なんかをしてまして、最近で言うとこの人よりもこっちの方が有名かもしれませんけども、 LINE っていう会社に行きまして、この、2015年の3月に辞めちゃいましたけども、今 CC チャンネルっていうところで新しいビジネスやってる森川さんのところに行って、これも同じように LINE っていう会社がこういうふうなビジネスをやった方がいいですよというような話を、提案に行ったりということをしてますということです。という面でもこれも同じね、勉強する知識は会社に入ってすぐ使うし、もうすでに大学生でありながら会社の中に一歩踏み込んで、ああしたらいいんじゃないか、こうしたらいいんじゃないかっていうことが実践的にできて、しかも、森川さんとか、さっきお話したセブンイレブンの社長から、セブンイレブンに提案して、セブンイレブンの社長からそれはこうです、ああですっていうようなフィードバックをもらえるっていう、これは多分丸々学部とかペケペケ学部ではあんまない、そういうようなことなんですということです。もちろんですね、会社だけじゃなくて、自分の腕一本でね、商売してるそういう人たちにも話を気に入って、学生の中にはですね、俺これから絶対ね広告のクリエイターで生きていくみたいな、そういう子もいるわけで、その場合はこのロゴ皆さんご存知ですね、ツタヤの T ポイントとかユニクロとか、これ全部ねデザインした人この人なんですよ、佐藤柏さんですね、こういう人のとこ行って、こういうね腕一本で生きていくためにはどうしたらいいですかとか、あとこの人知ってます、この人関学出身の人なんですけども、神戸在住の豆腐ビーツっていう人で、音楽家なんですけども、彼とこに行って、いつぐらいからねこの音楽一本で生きていくっていうことを考えたんですかとか、こういう商売って儲かるんですかとか、食べていけるんですかとか、そんなことを聞いたりですね。ちなみにこの右側の人はね、上田バロンさんっていう、僕は実は絵本出してまして、これ別に宣伝じゃないんですけど、ドクター小川に会いに行こうってね、言葉にするのも恥ずかしいようなタイトルの絵本なんですけど、この絵をイラストを描いてくれてるのがこのバロンさんでして、FM802 のキャラクターとか、あとパフュームのね、3D の、 フィギュアのデザインとかをやってくれてる方なんですけども、こういう人たちと交流して、これもデザイナーって食べていけるんですかとか、どういうふうな勉強されたんですかみたいな、そういうことを聞きに行ったりしたりしますし、最後にこれ結構皆さん知ってるんですね、初音ミクね、この初音ミクっていうボーカロイドを生み出したのはですね、実はこの人なんですね、伊藤博之さんっていう人でして、なんか全然つながらないかもしれませんけど、これもあんまり動画に流したくないんですけどね、この方のとこに行って、このミクをね、生み出した時にはどういうような苦労があったんですかとか、今海外展開かなりされていて、その時 の、 その苦労されてることとか楽しかったことみたいなことを、伺っているというわけです。という意味で言うと、うちの学部、経営学部なんかに来ると、まさに会社のことを学べるし、会社で使うことも学ぶし、まさにその会社で、活躍できる人たちに直接触れて、その人たちのそれまでについて学べるという、そういう学部なんだというわけです。だから、ひょっとするとね、総理大臣になりたいとか、文学者になりたいとか、いう人にとっては全然役に立たない知識を学んでる学部に見えるかもしれませんけど、もし皆さんの中の多くが会社っていうところに行くとか、あるいはクリエイターとして働くということを考えているんであれば、経営学で学ぶっていうのはものすごくね、即役に立つということが学べる学部じゃないかなというふうに思ってます。以上で、経営学部は会社の入り口に最も近いところにあるところと
というお話を終わりたいと思います。以上です。